待ってよ弁慶。どうしたの？今日の弁慶なんか変だよ。そんなことない。もう人が心配してるのに。余計なお世話じゃ。僕が勝ったら話してよね。そのおせっかいな口、俺のブルで塞いじゃるわい。今の弁慶になら誰だって勝てるよ。だってベイに集中してないもん。約束守ったよね。え、たてがみ京也が帰ってきた。そうじゃ。嬉しくないの？嬉しいに決まっとるじゃろ。じゃが今の俺が京也さんにどの面下げて会いに行ける。会いに行けばいいじゃん。え？会いに行きなよ、京也に。だから俺は会いたいのに会いに行かないなんておかしいよ。そうじゃな、お前の言う通りじゃ。お前は本当に面白いやつじゃ。ちょっと見て。あいつが鋼銀河。実験必殺的サクサクよフレイムクロー。私はサジタリオに負けた。今の私にはお前と戦う資格はない。必殺天気ベイがいくつにも分身するなんてびっくりだぜ。そうかありがとう。で私に何か用か。え、ないなら行くぞ。おう、ちょっと待てよ。バトルしようぜ。でも私にはお前と戦う資格はない。え？私は弓矢健太に負けた。お前と戦うのはあいつを倒してからだ。いいじゃんそんなこと。そんなこと？俺がお前と戦いたいんだ。健太とのバトルを見て俺ワクワクしたんだ。銀河。やろうぜ。わかった。今会いに行くぞ。やっぱりここにはもうおらんか。京也さん、ご無事で何よりです。すみません、
京也さんの留守を守れずこんなことに。覚悟はできています。ですがその前に聞かせてください。フェイスハンターズをなぜ解散したんですか。答えてください。京也さん、ベイを構えろ。京也さん、いつだってそうじゃった。京也さんとはいつもこいつで話をしてきた。スリー、ツー、ワン、ゴーシャー。厳しい当たりじゃ。だがいつもこうして分かり合ってきた。京也さんの攻撃はいつも厳しい。じゃがなぜじゃ、今日は何かが変じゃない。なんじゃい、この危機迫る攻撃は。今日のレオーネはまるで野に放たれた野獣、いや地に飢えたライオンそのものじゃい。ブレー、どうしちまったんじゃい、京也さん。地獄だった。地獄、今でも耳の奥に残っている。谷底から吹く風の音、血に飢えた狼どものうなり声。お前らが想像することすらできないこの世の地獄を俺は覗いてきたんだよ。この世の地獄。生きるか死ぬか、やるかやられるか、最後に頼れるのは己の力のみ。救いなど1ミリたりとも与えない。完膚なきまでに叩き潰し、二度とベイを手にできないほどの衝撃を心と体に刻みつけてやる。京也さん。